犬と朝ちゃんは阿川博之の小説。1968年5月から同年12月まで東京新聞他において連載された。単行本は1969年に文芸春秋から初出版された。本項目では同作を原作としたテレビドラマについても記述する。時は1960年代後半、ところは 高度経済成長期直後の東京、多摩ニュータウン。瀬戸内海の島、長島で生まれ育った田中麻子は、友人の山根栄子と共に上京。麻子は、東京の作家、野村光平の一家に、お手伝いさんとして就職する。麻子の可愛さは牛乳屋のサブロー魚屋の平吉の心をときめかせてしまう。野村一家や友人たち、 そしてある日迷い込んできた芝犬の子犬との交流と、朝子たちの青春の物語を描いた。野村一家は原作者、阿川自身の家族がモデルになっている。朝子のモデルも、阿川家のお手伝いを務めた女性で実在し、テレビドラマ化された際に自身を演じた、泉正子と対面している。ミッチーブームや、ザ・タイガース、大学闘争、 西穂高岳落雷遭難事故の話題も登場する。1969年5月13日から同年9月30日まで、ネットテレビ系列の毎週火曜日21時21時56分の枠で放映。全21話、モノクロ放送。遠藤周作や有吉沢子が編名で登場する。ゲスト参考、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞。 京都新聞各祝札版京都新聞1969年5月13日、付けテレビ欄の紹介記事、読売新聞1969年6月15日付長官18面。ありがとうございます。